今5時45分ぐらいか、高野山あれ降りてきてさ、ね、山頂から降りてきて高野山避難小山へ行きました。向こうに見えるね、ここでねテント張ろうと思います。ここに、はい、ここにテント張って、じゃあ一応テント上手取れたらうまく、ここに張ろう。テント初めてギアトップ、そのテント使えるギアトップ、次シーズンはグランドシート代わりのシート、3枚持ってきた、形良いから今ね、念願のこのテント、ポールはさ、トレッキングポールを使います、ね、飛ばせないように、すぐ前出しとこう、手入れとこれでインナーとオレンジになる、じゃあこれギアトップのテントで次シーズンに乗ってやつね、これを使いたかったと思うからね、ギアの頭に行こうと思ったらさ、あれコロナ騒動でさ出なかったってさ、最初七寿司小屋にね予約してんだよ、ギアの頭に、でもそれやっぱり何かないでね、僕も自粛して行けなかったんだ、それ今回やっと5月の最後に、初めてだからね、これね、手が止めるのってこれに止めるのかな、手で止まないように、手で止めるとこどこだろう、これ手で止めるの、あれか、ここに止めるのか、じゃあまあこれ止めてみよう、最後はこんなところで、まあよくある点、まあ8000円ぐらいだったからね、いいけど、結構硬いな、ここ。奥多摩小屋は柔らかかったんですけど、あそこより硬い。いいけど。愛国戦場。
がった？あ、福祉住みだった？こっちか。いいね。これか。こっちの方がいいか、先に。狭いんだよな、これ。これで足指とちょっと鉄塔にね、中に入るように押し込んで、でポールはないんだよね。ポールはね、こういったやつで、トリプルポール。あ、ここにはめてんだ。簡単簡単、そんなんだ。あ、こうなってたんだ、分かんなかった。どうしてもなんか多いかな。まあでもこれでもなんとか。長さが短かったからこれ。でもこれでも長い方が良かったっけ。これだから長くしてみようか。もうちょっと、なくていいか。あ、いいや、長さこのままでいいや。変えなくていい、やっぱり斜めにしてやればいいんだもんな、これが。普通にしてやれば。ちょっと落としとこうか。M のところ。このままで、大丈夫なんだ。端にすればいいんだな。短かったらね、端にすればね。こうやって。で、ピンとならないので、まあいいや。
が枯れってことね。どう固定するんでしょう、これで。まあ見てるとこうやってんだけどな。1分で真ん中が上げてみようか。中ありませんね。中はこうか。やっぱこうか。どうなんだろうか、初めてさせっからな。え？2千4円。わかんない、説明見て返す。ちょっと、どうなのかと。ちょっとね、今説明しながら。もう12分経ってくる。ありがとうございます。一番長くいいんだ。一番長く。うん。少ないけどね、これ。少ないですね。長くしないと無理かのか？長くしないとね。長くしないとね。なかなかないな。一番長い方がいいんだ。ちょしかないんだ、全部でね。120ないんだ、うちの。あ、120って言ってんだから。120って、あ、ほんとだ。120も言った。120。
本当に100ミリまでじゃダメなんだ。100ミリしたことないな。新車セーフティーからな。100ミリは どんなもんだからね。100ミリ。やっぱ100ミリまでしないとダメだ。あったかいない。一回もないかな。120までね。緊張してるから、こんなことしたくなかった。120。こんなもんか、120。120だよ、そんなもんか。すごいね。でも身長158センチだからな。そうなんだ、やっぱ長いんだ、120だと。あ、本当だ。120だってやっぱ張るね、やっぱね。120だと張るピンピンになるね。120だと。でも抜けちゃうけどね。収まるのはいいな。でもこれを収める方法っていうのは、こっちでも引っ張るんだ。情報出口があるんだからね、向こうちゃんちは。高い人になるかもしれない。こんな感じか。ちょっと変だったか。さすがです。まあこんなもんで、こんなもんで、まあなんでも何度固まってるね。強風吹いたら飛ばされそうだね。でも大丈夫かな。風だもんね、山だからね、夜中は風吹くからな。でこれかぶせんだ。えらい、ジアコップ。やっぱペグは1個食べるんだから、両方食べた方がいいんだけどね。あ、でも止まんないか。まあいいや。
いたいです。私も嬉しいです。みんな、あぶた、フライはフライだけど見てるよ。知ってるんで、だからペーズがいっぱいあるんだね、これね。うん、適当に、すごく、フライ。いたって。まあ、こんなもんで、はい、どうかな。ちょっとこの辺は上げてみようか。テント。うん。やっぱほとんど120センチにするわけね、あれね。あ、そうだ。いや、そうだ、そうだ。使ってるんだよ、なかなか。うん。
れで。おう、こうか。両方集まるよ。両方集まる。おお、そんな感じ。ベンチレーターか、これ。あ、これでも貼ってもいいんだな、これな。これ指紋もついてたんだよな、指紋も。ロープもあったんだ、ロープも。ロープで引っ張るのってめんどくさいけどね。ロープでこうやって下にね。だからこれいっぱいあるんだ。ロープ。ロープ2本、いっぱいあるやん。昔だけでいいか、めんどくさいから。2本だけやろう、ロープ。全部、2本だけ。ロープ。ロープでここ。本当は2個やればいいんだけど、めんどくさいよ。こうやって、全部やろうか。こうやって。まあ、結構めんどくさい。めんどくさい。細引き。こうやって伸ばしてればいいの、こうやって。引っ張るんだろうね。細引きで。こうやっちゃうか、本当にいけない。めんどくさいで。こうやって。もうこれでいいや。うん。これで。で、時代結びするんだから、時代。時代を。適当結びで。時代結び。先に、ギザイブスで最初にね、こっちギザイの方を止めるんですよね、ギザイブスでね。最初にね、こっちの方を、目に固定して。ん？うん。うん。適当で。適当で。あれだ。で、これが、穴を出して、適当にピンとして、一本だけでいい。ピンとあった。まあいいや、これでいいや。ああ、こんな感じでかいな、ほんと。1、2、3、六角形なんだね、これね。
出ちゃうからいいや。よし、なんとか。なんとか、はい、どうもね。なんとか、30分以上かかってね。なんとかこのギアトップのテントを、やっとこんな感じね。こいつもファスナーてます。こんな感じね。こんな感じね。だって本当は一本一本やんだけど、めんどくさいから2本くっつけて、まあでも中はこんな感じ。まあまあいいや、まあこれで、じゃあこれで過ごす。一箇所だけ向こう側にしようかな。向こうほらよ、トイレ向こうだから向こう側出口にしようかね。こっちは閉めて、トイレ向こうだからさ、こっちは閉めて。